なんと福本秀でルーブル美術館にやってきました。はい、ルーブル彫刻美術館。あれ、なんとここはルーブル美術館の彫刻を実際に型を取って作っている、そういう彫刻がたくさんある美術館なんです。まずこの上がすごい。でかい。まあ、ミロのヴィーナスはね、こんなに大きくないですから、まあ、これはね、本物ではないですけどね。そして向こうにあるのがなんとニケ、サモトラケのニケ。あれもあんなに大きくはないです。なかなかすごいとこです。なんと向こうを見ると、あら、自由の女神がここはルーブル彫刻美術館、三重県の津市にあります。これまでもメディアにも多数取り上げられておりまして、何これ珍百景にも出たそうです。出ました。こちらのミロのヴィーナスは本物から型を取りましたので、同じ大きさ203センチ。おー、紀元前100年頃のギリシャのミロス島で発見されたヴィーナス。愛と美の女神。ほう、こうしてぐるり四方をこんなに間近で見ることができるんですね。まさかパリに行かなきゃ叶わない夢が津で叶えられると思いませんでした。さらにサモトラケのニケ、ギリシャのサモトラケ島で発見されたニケ、勝利の女神ですね。おー、大きな羽、想像以上に大きいですね。3メーター28センチ。英語読みするとニケはナイキ、あのスポーツメーカーのナイキはこの翼からあのマークを考えたと言われます。正面に回ると後ろにある千手観音の存在感がすごいもうここはですね、所狭しと1300点の作品が並んでます。とんでもないものがツタンカーメンからハンムラビ法典までございますのでね、三重県津市でパリを感じることができるのか。ルーブル彫刻美術館でした。